パワーパフガールズパワーパフガールズムービーパワーパフガールズムービーはテレビアニメパワーパフガールズを原作として制作されたアニメ映画で2002年7月3日にアメリカで公開された。日本では丸の内シャンゼリーゼタ全国小畜東急系で同年8月3日に公開された。カートゥーンネットワークスタジオが制作した初の映画である。この影響により テレビアニメは第49話で一旦休止され、2001年10月から2002年5月までパワーアップアフガールズムービーの制作が行われた。映画のストーリー構成にあたっては、監督のマクラッケンが話を3つに分け、そこからさらに5つに分けて展開を決めていったとインタビュー内で語っている。タウンズビルという街に住む天才科学者ユートニウム博士の研究室では、 完璧な女の子を作り出すための実験が行われていた。しかし実験中にペットのジョジョが謎の化学物質、ケミカル X を誤って調合してしまう。こうして、ここに超人パワーを持つブロッシサム、バブルス、バターカップの三人娘が誕生したのだった。そして、ガールズはパワーがあり余りすぎて、街のあらゆるものを壊してしまい、市長や住人から迫害を受ける。 ガールズは、どのようにして、タウンズビルのヒーローとなり得たのか。ガールズの過去が明らかとなる。日本語吹き替え版出演者、斉藤恵里、天田増夫、根本康彦、世の光、佐田岡さゆり、出口かよ DVD は、カットシーンを含む81分収録。日本語版では2003年2月7日に、ワーナーホームビデオより日本語字幕と、 日本語吹き替え付き DVD が発売されている。この他、インタビュー集、オリジナル劇場予告編、メイキングや未公開シーンなど、約26分の映像特典を収録している。ありがとうございます。